はい、今回の動画はですね、コマ撮り用日本信号薄型低コスト信号機を作りたいと思います。日本信号の薄型低コスト信号機ってどんなやつだってわからない方のためにですね、右上の方にですね、日本信号のね、薄型低コスト信号機の画像を表示しております。今回ね、こういう感じのね、信号機をね、作っていきたいと思います。というわけでですね、まずはじめにですね、プロッターというですね、プラ板を自動でカットしてくれるマシンでですね、出力したですね、プラ板ですね、もう切り込み線が入っているんですけど、これをですね、まずはじめにね、切り抜いていきたいと思います。この動画の真似をしてですね、怪我をしたりね、損害が発生しても責任は負いかねますので、ご了承ください。それではですね、プラ板をですね、手で切り抜いていきたいと思います。はい、というわけですね、プラ板を切り出しました。こんな感じでございます。そしたらですね、このプラ板をですね、次は組み立てていきたいと思います。使用する接着剤はですね、タミヤセメントの流し込みタイプですね。これを使っていきます。はい、というわけですね、信号灯器の組み立てが終わりました。こんな感じでございます。そしたらですね、次は信号灯器台のね、配線を組んでいきたいと思います。配線を組むって何をするかっていうとですね、信号灯器台の LED をですね、ハンダ付けしていきます。今回使用するね、LED はですね、3216というですね、チップ LED を使用します。これをね、ハンダ付けしていきます。はい、というわけですね、信号灯器内の配線が組み終わりました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はこの信号灯器にですね、アームを取り付けていきたいと思います。アームに使用するプラパイプはですね、タミヤの5ミリパイプでございます。これにですね、信号灯器を取り付けていきます。はい、というわけですね、アームに信号灯器を取り付けました。こんな感じでございます。そしたらですね、次は信号灯器をですね、信号柱に取り付けていきたいと思います。信号柱にね、使用するプラパイプはですね、外径 7.5 ミリの肉厚パイプでございます。これにですね、信号灯器を取り付けていきます。はい、というわけですね、信号灯器を信号柱に設置しました。こんな感じでございます。そしたらですね、次は、信号灯器本体と信号柱、信号機のアーム全部をですね、タミヤカラーのナトブラウンで塗装していきたいと思います。部屋の中でですね、塗装すると、ちょっと大変なことになるんでね、ちょっと外で塗装してくるんで、塗装するシーンはね、カットしますのでご了承ください。はい、というわけですね、信号灯器を塗装してきました。こんな感じでございます。そしたらですね、次は信号灯器のね、レンズを作っていきたいと思います。というわけでですね、プロッターというね、プラ板を自動でカットしてくれるマシンでね、透明プラ板をカットしてきました。それではですね、これを加工していきたいと思います。次はですね、切り出した透明プラ板をヤスリがけして、透明プラ板の表面に傷をつけていきたいと思います。なぜね、透明プラ板の表面に傷をつけるかというとですね、プラ板を傷つけることによってね、光り方が綺麗になるからですね。次はですね、
レンズとなる透明プラバーにですね、LED の粒々を再現するためのシールを貼りたいと思います。ちなみにですね、このシールですね、協賛のフラクヤ印信号を作った時のね、まあ余ったシールですね、この LED の、ね、粒々を再現する、まあ、透明シールをですね、まあ、レンズとなる透明プラバーに貼っていきたいと思います。このシール貼ることによってですね、まあ、LED の粒々が結構リアルに再現されるんですよね。というわけですね、透明プラバにですね、LED の粒々を再現するシールを貼りました。こんな感じでございます。でそしたらですね、次はね、この蓋と言ったらいいのか分かんないですけど、まあ、ここにですね、両面テープでこの透明プラバをですね、貼り付けていきたいと思います。はい、というわけですね、透明プラバをですね、両面テープで貼り付けました。そしたらですね、信号灯器に蓋をしていきたいと思います。はい、というわけですね、信号灯器に蓋をしました。こんな感じでございます。そしたらですね、次はですね、この信号機の裏側とか見るとよくわかるんですけどもね、ちょっとね、塗りムラがあるんでですね、もう一回塗料を吹きたいと思います。というわけでですね、もう一回塗装していきたいと思います。次はですね、このかなり特殊なですね、アルプス製のね、まあ、ロータリースイッチをですね、加工していきたいと思います。ちなみにですね、このロータリースイッチね、どこで購入したかっていうとですね、まあ、横浜の石川町にあるね、まあ、エジソンプラザってとこでね、購入しました。まあ、横浜以外で購入するなら、秋葉原の電気街とかね、まあ、大阪の日本橋の電気街で、もしかしたら買えると思いますね。ただ秋葉原と日本橋に関してはね、自分現地で確認してないんで、もしかしたらないかもしれないんでごめんなさい。多分ね、秋葉原か日本橋だったら買えるんじゃないかなって思いますね。それではですね、まあ、このスイッチをね、加工していきたいんですけど、どこを加工するかっていうとですね、この棒が長すぎるんですよね、このスイッチの。棒が長すぎちゃうんで邪魔なんですよね。で、かといってこれの棒が短い版のスイッチも売ってなかったんで、まあ、ここをですね、まあ、ノコギリで切断しようかなと思います。はい、というわけですね。まあ、こんな感じでですね。まあ、ロータリースイッチのね、まあ、この長さがですね、まあ、ちょうどいい感じの長さにカットできました。こんな感じでございます。次はですね、先ほど加工したスイッチをですね、このボックスに取り付けていきたいと思います。それではですね、このボックスにですね、まあ、ピンバイスを使ってですね、穴を開けていきたいと思います。はい、というわけですね、スイッチを取り付けるためのですね、穴をボックスに開けました。そしたらですね、次はスイッチを取り付けていきたいと思います。はい、というわけですね、スイッチをボックスに取り付けました。こんな感じでございます。で、このままだとですね、まあ、スイッチを回すのがね、まあ、非常に硬くて大変です。なのでですね、つまみを次は、スイッチに取り付けたいと思います。はい、というわけですね。つまみをスイッチに取り付けました。これでですね、まあ、簡単にね、スイッチが動くようになりましたね。次はですね、信号柱を設置するためのですね、穴をボックスに開けたいと思います。はい、というわけですね、信号柱を設置するための穴を開けました。そしたらですね、信号柱をですね、穴に設置していきたいと思います。はい、というわけですね、ボックスに信号機を取り付けました。こんな感じでございます。そしたらですね、最後はですね、ボックス内のね、まあ、スイッチとかね、まあ、電池ボックス周りのですね、配線を組んでいきたいと思います。というわけですね、日本信号低コスト信号機のおもちゃが完成しました。それではですね、実際に動かして遊んでみたいと思います。信号機はですね、ここのスイッチを回すと動きます。それでは動かしていきます。まず青を点灯させます。はい、青がつきましたね。で、続いて黄色に切り替えます。
で、続いて赤に変えます。はい。で、またあと青にします。青にするときに一瞬黄色ついちゃうんですけどね。まあ、コマ撮り用のね、信号機なんで、まあ、ついても別に問題ないかなと思うんで、一瞬黄色がつきますが、ご了承ください。はい。青に変えました。こんな感じでございます。黄色、赤。まあ、こんな感じでね、まあ、信号機を手動で切り替えるタイプのおもちゃとなっております。で、最後はですね、まあ、実際にね、トミカタウンなどのね、レイアウトに組み込んでですね、コマ撮り撮影して遊んで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。